キングにふさわしいアニメキャラ発戦王様ランキングぼっち非力で耳も聞こえず言葉も話せないことで周りにバカにされるが避けることは得意でデスパーの教えで才能が開花する星のカービィデデデ大王プププランドの自称大王でクズなことも有名で部下を自販機に入れて販売したり森を伐採するときに環境破壊は気持ちいいぞなど名言も残している配給影山飛雄コート上の王様という異名を持ちこれはチームメイトからの皮肉であり自己中で独裁者という意味がありブルーロックに呼ぶべき存在ブルーロック馬狼翔英自身をキングと名乗り潔には下手くそと言われ無意識にパスを出し初めての敗北を感じキングではないことに気づいたただの脇役つまりキングに最もふさわしいのはあの男伊藤誠何で競っても絶対王者であり圧倒的主婦馬狼翔英脇役なんかでは終わらない伊藤誠が主役ならその戦意を食らう悪役の存在キングは馬狼翔ドラゴンボールスーパー全王様全ての宇宙を統一する神々の王であり何者であろうと全王様は倒せないはずだった伊藤誠最後に残るのはこの男神であろうと死者にはかなわない賛否が分かれるアニメキャラ7000デスノート八神ライトデスノートにより犯罪者を大量抹殺軽犯罪ですら暴動されれば死ぬかもしれないその恐怖により世の中の犯罪は減りこれは正しいのか正しくないのかドラえもんのびのび太ドラえもんの道具を乱用しまくりお風呂を覗いたり無神経な発言犯罪行為も数えきれないが一切の悪意なししかし他人のために動き一途で人間らしく誰よりも優しいこれは果たしてクズなのかクズではないのかブルーロック凪誠士郎スーパープレイは異次元サッカーなのか不可能と言われた一つである二段式フェイクボレーは三股選手が再現し賛否をぶち壊すワンピース杯正義を貫きエースを殺しコビーをやりかけ大軍目線で見るとエースに関しては仕事をしただけであり無意味な戦争を止めようとした勇気あるコビー命が関わる戦場で数秒を無駄にしたそれで殺すのは正しいのか正しくないのかモチザロック後藤一人人間なのか人間ではないのか作者の回答は人間ではない本当は異星人そして最も闇深い賛否オンジ世界&伊藤誠世界がいなければ伊藤誠はクズにはならなかっただからクズは世界論破します世界の代わりは誰でもいいが誠の代わりは誰もいないつまり本当のクズは伊藤誠アニメの早いやつ20戦ブルーロックちぎり氷馬 50m5.77 秒ブルーロック剣残雪初速はちぎり越えヒロアカ飯田天也 50m3.04 秒暗殺教室ポロ先生マッハ20アンパンマンマッハ23ワンピースヒザル秒速 299,792.458km 魔法少女サイト滝口朝日寿命を減らせばキザル越えドラゴンボールディスポ普通にキザル越えアンパンマンバタコさん投げる速度は時速 707km 吸血鬼すぐ死ぬドラルク死ぬ速度はナンバーワンブルーロックライチジンゴ切れるのが早いブルーロック平良介脱落が早いリコリスリコイル錦木千里反応速度が早い弱虫ペダル牧島祐介早いしヤバいスパイ教室クラウス会場速度が理解不能イゼロ弾が出るのが早いドラえもんのび太早打ち速度はナンバーワン寝る速度もナンバーワンそして最後はもちろんあの男伊藤誠死ぬのもやるのも早いしかしそれを超える男がいる伊藤誠振るのも行くのも早いこの遊びにはいつまで付き合えばいい伊藤誠嫌われるのが早いなくしちゃいけないのは信じなきゃいけないのは今女を見て熱くなってるこの俺の嘘をつくアニメキャラ7000推しの子愛天性の才能を持つ完璧で究極のアイドルその姿はキラキラしており才能の原石どもに夢を与える存在ワンピースウソップ1億人の部下を持ち海王類と勇敢に戦い5歳の時には巨大な金魚と戦い糞がでかすぎて大陸だと思って上陸するなどその実力の凄さからか魔界から来た男ウソップ大魔王と呼ばれる山田くんとレベル999の声をするルリ姫佐々木ルナがモデルとなり作られたアバターで茜の失恋の相談にも乗る優しい女の子決してネカマではなく誰が中身だろうとルリ姫やルリ姫ブルーロックグオン渡るチームの指揮を取り作戦まで考える頭脳派でハットトリックを決めチームに貢献した男五等分の花嫁中野美久風太郎のことが好きだが一華が風太郎を好きと知り応援することを決め風太郎本人にそれを伝え嘘だろと言われ答えたのは嘘じゃないよモッチザロック五等一人プレゼンの楽曲を扱うカバー動画投稿者でプライベートは充実しており友達も多く彼氏とはラブラブそして最も純粋で世界で一番一途な男伊藤誠浮気など絶対にせずガードはかなり固くネットから愛された低等派イケメンでクズとは無縁の男なんてね全部嘘だよガチでかわいそうなアニメキャラ8000イエルコちゃん四谷美子父と喧嘩中に父が亡くなり突然化け物が見えるようになり一人で悩みを抱え込む推しの子推しのルビー前世は難病で二人の人間に心を救われ今の幼少期では早くに母を失いもう一人の大事な人が亡くなってるとも知らずその人との再会を希望にアイドルを目指すリゼロ夏木すばる突然異世界に飛ばされ死に戻りという能力を与えられ同じ絶望を何度も繰り返すブルーロックイラ凌介日本サッカーの宝と言われるが序盤から集中狙いされ日本代表の資格を永遠に失うヒロアカ信楽トムラ本名は志村天子夢はヒーロー5歳で無個性姉には裏切られ家庭環境は悪くその悲しさから個性崩壊が目覚め次々と家族を意図せずに崩壊させ本人は理解ができず路頭に迷っていた時オールフォーワンと出会い信楽トムラと名付けられるワンピースニコロビン古代文字の解読ができるだけで悪魔の子と呼ばれ世界政府に追われる人生鬼滅の刃ハンテング人間時代は嘘つきで被害者意識が高く盲目の老人のふりをし盗みと殺しを繰り返しそれでも自分は悪くない自称かわいそう
そうな男で普通にクズ伊藤真アニメの名言製造キャラ8000推しの子ボタンダ大使子供部屋おじさんとも呼ばれるがアクアを育て上げその姿はまるで父親しかし本人は子供のように夢を追いかけ言葉の熱量が高い彗星の魔女ミオリネ口は悪いが個人の意思を尊重し言葉に芯がありワードセンスも高く祝福したい存在ブルーロックエゴジンパチ口を開けば大体名言どんな才能も磨くことで始まり敗北という絶望から学びたまたま勝つな勝つべくして勝ち取れ過去の自分に言ってそうモブサイコ名言新たかどれだけ強くても責任に潰されても嫌な時は逃げてもいい人は人弱くても身を張り大事なことを教えてくれるこれが師匠ドン100夏アニメに交互期待スラムダンク安西先生名言といえばこの男どんな挑戦も諦めなければ希望はある E0 M 絶望に潰され一度諦め逃げたとしてもゼロから始めればいいそして最後は伝説の男そうさ浮気だよ悪いか俺はいろんな子に手を出してる最低のやつなんだ俺のせいじゃないなんで子供なんて作ったんだよもういいから帰ってくれ彼女ずらして家に居座らないでくれよこの発言は全てアニメ界の名言製造機伊藤誠アニメの大食いキャラ8000ワンピースジュエリーボニー自分や他人の年齢を操作することができ最悪の世代の一人で大ぐらいの異名を持ちその強さはルフィに匹敵ミエルコちゃんユリカは花食べることで化け物を焼くほどの生命オーラを放ちその代償で人よりお腹が減り朝ごはんの後に朝ごご飯を食べるのが日課鬼滅の刃甘露寺蜜璃桜餅の食べ過ぎで髪色がピンクになりお見合いで遺伝を恐れられ自身の怪力や大食いを隠すが鬼殺隊に入ることでその強さは後に誇りとなる東京グール上白リゼ主人公をグールに引き込んだ本人で大量の人間を食うとある魔術のインデックス見た目の割に意地が強く空腹だと機嫌が悪くなり噛みつき癖があることでもしグールなら危険ブルーロック潔与一試合のたびに相手の武器を食いバローに食われてもまた食い返す作中トップの大食い推しの子星野愛ドラマの撮影では可愛すぎたことで可愛すぎる演技派女優を食ってしまい作品の都合上ほぼカットされ映画では主人公を食うことで全てをかっさらうちなみにロケ弁は誰よりも綺麗に平らげ余った弁当も持ち帰るそして最も大食いな男伊藤誠女を食った数はナンバーワン抜けてる矛さえ彼女のせいだ何を聞かれても止まり浮気君は完璧で究極の快楽アニメの天才キャラ7000友達ゲーム篠宮圭表向きではボブを演じるが裏ではゲームを動かし読み合いは得意で自称天才ですが手段を選ばない片桐雄一に勝つことはできない文豪ストレイドックス江戸川乱歩異能力超推理により現場を見ただけで事件の真相が分かり瞬時に謎を解決できる能力と自分では思っているが本当は能力はなくただ天才なだけダークギャザリング大月弥生小学1年生の時交通事故で両親を亡くすが霊視能力が強まり IQ160 を超える天才児となり知性だけではなく精神も肝が据わっており身体能力もかなり高い鬼滅の刃時藤無一郎修行を始めてわずか2ヶ月で柱に選ばれた天の天才ワンピースドクターベガパンク世界最大の頭脳を持つ男と言われるほどの天才科学者でその姿は未だ不明無能な7ヒイラギ7異能力者が集まる島に能力者の一人として現れ人の心が読めますと自称しクラスメートのほとんどが信じるが実際は無能力推しの子有馬かな重曹を舐める天才子役として先輩ながらいじられ自分の意思よりも全体の評価を優先し恋愛は繊細で有馬かなが10秒で泣ける天才子役なら奴は10秒で立てる変態の数芸能界の裏側よりも成功ナイトトゥゲザーに興味がある黒川鋼を持つ男頭が切れるアニメキャラ6000推しの子アクア宮子が暴走した時には瞬時に神を演じてうまく利用し子役時代には監督の意図を理解し早熟を生かした演技京アマの撮影ではメルトを怒らせ感情を引き出すなど人の扱いがうまい男友達ゲーム片桐雄一人間分析力が高くゲームに勝つためなら手段を選ばず相手に勝ちを確信させそこからどん底に突き落とし最後はゲス顔で勝つ男妖術綾小路清隆頭脳も身体能力も常人離れしており冷酷な性格で多数派に隠れ全ての人間を道具として扱い最後に勝つことだけを求める男神なき世界の神様活動ユキと神や宗教が存在しない世界へ転生し父が崇拝していた自称神が現れるが信者がいないことで神の力を使えずそれを復活させるためゼロから宗教と神を作る男マイホームヒーロートス鉄を娘を守るために半グレ彼氏を使いしそれを隠蔽するため推理小説の知識で様々なトリックを仕掛け半グレと戦う男そして最も頭が切れる男伊藤誠物理的に頭が切れる男女に切れるのも得意で女を切らすことはない頭よりもあそこを切るべき男頼りないけど成長する熱い主人公4選ダークギャザリング言動が慶太郎強い霊媒体質の持ち主で幼馴染を巻き込み大切な人を傷つけるのが怖く2年以上引きこもるが現在は難関大学でトップの成績を誇り霊から体を守るため瞑想や運動を続け努力を惜しまず元凶の霊を倒すことで呪いから解放できると知り大事な人を守るため悪霊と戦い続ける弱キャラ友崎くん友崎文也ゲームガチ勢でアタファミでは国内無敗を誇るが友達も彼女もいないことで人生はキャラ性能で勝敗が決まるクソゲーと決めつけるしかし雛見葵との会話をきっかけにゲーム感覚で課題を与えられ自分自身の行動が問題と知り交友関係も広がりリア充に近づくが普段は物静かしかし努力を否定する相手には声を荒げて激怒する熱い男リゼロ夏木昴作者本人も認めるほど社会不適合者でうざけら性格に難があり信用を得るのが難しいですが最悪の異能死に戻りを駆使して孤独を感じながら大事な人を守りこの情の厚さから一度得た信用は固く人間的に成長していくそして唯一成長しない男伊藤誠頼りない
ない上に体の一部は熱く、最後の数秒前で永遠に死に戻りするべき男。最近の可愛いアニメキャラ5400、和樹静香。したいことよりもすべきことを優先し、朝は6時に起き、ランニングから始まり、計画的な完璧主義者だが、欲望の塊アキラを見て少し心は影響される。白聖女と黒牧師、ネシリア聖女と呼ばれ、特別な能力を持ち、人前ではしっかりしているが、牧師様と二人きりになれば一瞬でだらけ、密かに恋をする乙女。彼女をお借りします。八重森ミニ。トレードマークは苗場と髪色。和也たちの隣に引っ越ししてきて、ベランダで話す二人に対して、付き合っちゃえばいいのにと爆弾発言をするが、和也と同じ大学で、後に千鶴との関係、和也の課金金額を知り、その男気に感動し、和也を師匠と呼ぶ。ライアーライアー、姫路白雪。主人公の嘘を守るため、イカ様で導き、メイドとしての役割もこなし、完璧にも見えるが、男性への免疫があまりない。私の幸せな結婚、貝森美桜。異能を持つ、両親の血を受け継ぐが、天気の際が現れず、無能と言われ、美人でもなければ、長所の一つもない、出来損ないと言われ続け、美桜自身も、何を言っても無駄と思い、自分に価値はないと、人生を諦めていたが、工藤清香と出会うことで、人生は一転し、使用人以下の扱いを受けていたことで、家事全般、裁縫は得意で、顔も磨けばかなり美人。そして可愛い女といえばこの男、伊藤誠。特に理由もなく出てきた男。愛と名の付くアニメキャラ7000。ダークゲザリング。髪は愛。目に星が刻まれ、名前は愛。しかしこの瞳は、神の花嫁の証。その影響で、周りに不幸を与え、兄は事故死。ちなみに主人公のことは、先生と呼ぶ。クレヨンしんちゃん、素乙女愛。春日部防衛隊の臨時隊員で、しんのすけにアプローチをするも、唯一興味を示されず、俺は子供には興味ありません。と言われたことで、好意を抱くようになる。かぐや様は告らせたい。早坂愛。篠宮グループ幹部の娘で、いろんな姿を持ち、愛よりも早坂。時に母坂。ワンピース、アイン。Z の右腕で、もどもどの実を食べ、その能力では、エネルギーに触れたものを12年若返らせ、12歳未満に使用すると存在を抹消させる。推しの子、推しの愛、愛と聞いて最初に出てくる天才アイドル。しかしその正体は、愛に飢えた少女。ブリーチ、愛川ラブ、フォローカもできる死神の一人で、とにかく漫画が好きで、特にジャンプ、その中でも北斗の拳のあのセリフはお気に入り。お前はもう死んでいる。愛から始まるあの男。 I want all women。 愛トーマコト。世界に愛され、世界に嫌われ、愛想をつかされ、愛花で終わった男。アニメの伊藤目キャラ11選。ぼっちザロック、拾いきくり。お酒を愛し常に酔い続ける破天荒な女性ですが、巣はもはや別人。侵略イカ娘、愛沢千鶴。普段は温厚だが、怒りに満ちれば容赦はしない。ドラゴンボール、魔人ブー。遊び感覚で殺戮を行い、人をチョコに変えてしまう。ゆりゆり、赤座茜。妹を溺愛し、妹の等身大抱き枕、妹のパンツを頭にかぶるなど、かなりヤバめ。のんのん日和、宮内和穂。仕事は教師ですが、遅刻に限らず授業中に居眠りをするほどマイペースな性格。サマータイムレンダー、西方時子。頭脳明晰だが運動は苦手で、とある理由で影に協力し裏切りが判明する。ブルーロック、久遠渡。裏切ることは人を悲しませる最低行為と語っている。ドクターストーン、氷河。特殊な槍を使い平和な結末を迎える瞬間に司を裏切った最悪のキャラ。ブリーチ、一丸銀。行き先を告げず消える、悪い癖を持つ謎大きい男。その謎の思いが繋がった瞬間に最後を迎えた史上最高の裏切りキャラ。ポケットモンスターたけし。糸目と聞いて最初に思いつく糸目代表の男。キャッチコピーは強くて硬い石の男。しかしその硬さを超える真の糸目キャラ。伊藤美希だ。伊藤美希だ。伊藤誠。最近のクズキャラ5000。ダークギャザリング。長山、同調意識のある人間を乗っ取り、新刊の時期に健全なサークルの皮をかぶり集団自殺を行う。その際自分が食べやすいように首吊りをさせる。ちなみに疲れた町田は集団暴行容疑で捕まり、社会で生きづらくなったことで人を恨むようになる。推しの子、斎藤一護。愛を芸能界に入れた張本人で、愛のことはまるで娘のように扱い、ずっと夢だったドーム当日に事件が起き、メンタルが崩壊、全てを投げ出し、その責任は宮子が一人で全てを背負うが同情はできる。ゾン100、小杉ゴンゾー。シンプルにパワハラ。私の幸せな結婚、サイモリカヤ。元気の才を持ち、容量もいいが、幼少期からひどい扱いを受ける美桜を見続け、無能である美桜を見下すことが当たり前になり、幸せになった美桜に対して邪魔をするために部屋に閉じ込め、美桜の大事なものをハサミで切ったり、そのハサミで脅迫をして婚約破棄をさせようとするが、一切の悪気がなく世間を知らずに育ったことでこのようになってしまう。つまり本当のクズは母親でもなく、そう、あの男、最後に新一でもなく、おいけおいとまくぞー。平になっても今を生き、全てのクズ行為の責任を背負う男。エゴイストなアニメキャラ7000。ぼっちザロック、山田涼。エンジンでガワ強く、羽が絡むとエゴい。妖術、綾小路清隆。他人を道具扱いし、勝つことが全て。ハッピーシュガーライフ、松坂佐藤。愛のためなら、どんなことも許される。発想がエゴい。鈴宮春日の憂鬱。鈴宮春日、無意識で、自分の望み通りに世界を変えてしまう。能力がエゴい。ブルーロック、潔一。エゴアニメの主人公。ブルーロック、馬狼翔英。潔を食うために選ばれた男。三島さん、どんなショート動画にも、伊藤誠を出そうとするエゴさがある。間違いない。それを超えた最強のエゴ。俺の俺だ、才能のメロディー。愛を染めた最後の一人、神を超えたキッコイ男。全てのクズを圧倒し、世界の批判を集めた男、真の強者、伊藤誠。希望は途上、昨日は揃う、異常なほど匂う。あそこ魅力はどこ、能力5で二頭背負うもの、白かソロ。キッコイ発想、理想は除去、エゴイ感情の思考は師匠。でも自慢今日も騎乗をやっと、けど悲観ポップの児童へその子。以上、バロー。